ブレット・マーベリック・フィリップスは、アメリカ合衆国フロリダ州、ピネラス郡セミノール出身のプロ野球選手、右ト左打、MLB のタンパベレーズ所属。元プロ野球選手かつ野球指導者のトレイ・ヒルマンは、ギフにあたる。2012年の MLB ドラフト6巡目で、ヒューストン・アストロズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・アストロズで、 プロデビュー、54試合に出場して打率、251、13打点、7盗塁を記録した。2013年は、アパラチアンリーグのルーキー級、グリーンビル・アストロズと A 級、クワット・シティーズ・リバー・バンディッツでプレーし、2球団合計で41試合に出場して打率、242、12打点、5盗塁を記録した。2014年は、A 級、 クワットシティーズと AAQ ランカスタージェットホークスでプレーし、2球団合計で130試合に出場して打率。310、17本塁が68打点、23、盗塁を記録した。2015年は AQ ランカスターと AAQ コーパスクリスティー、フックスでプレーした。ミルウォーキーブルワーズ時代2015年7月30日にカルロスゴメス。 マイク・ファイアーッズとのトレードで、ドミンゴ・サンタナ、ジョシュ・ヘイダー、エイドリアン・ハウザーと共に、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。移籍後は、参加の AA 級ビロクシ・シャッカーズでプレーし、移籍前を含めた3球団合計で120試合に出場して打率。309、16本塁打、77打点、17、盗塁を記録した。オフには、アリゾナ・フォールリーグに参加し、 サプライズサグアロスに所属した。さらに11月に開催の第1回 WBSC プレミア12ア,アメリカ合衆国代表に選出された。2016年は a ビロク史でプレーし、124試合に出場して打率。229、16本類だ、62打点、12、盗塁を記録した。オフには2年連続でアリゾナフォールリーグに参加し、 ソルトリバーラフターズに所属した。11月18日には、ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年は、開幕から、トリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスでプレーし、6月5日にメジャー初昇格を果たした。同日のサンフランシスコジャイアンツ戦にて、8番、中堅守で、先発出場して、メジャーデビューし、 この試合で初安打も放った。この年メジャーでは37試合に出場して打率276、4本塁打、12打点5盗塁を記録した。また、中堅の守備中での送球で104.0、マイルパーアーを計測したが、これはスタッドキャスト導入後では2017年の最速かつ史上2位の速さだった。2018年7月27日に、 マイク・ムスターカスとのトレードで、ホルヘロペスと共にカンザスシティ・ロイヤルズへ移籍した。2020年8月27日に、ルーシャス・フォックスとのトレードで、タンパベイ・レイズへ移籍した。シーズン打率、196、ポストシーズンでも、守備固めでの出場が大半だったが、ロサンゼルス・ドジャースとのワールドシリーズ第4戦では、逆転サヨナラ打を放ち、脚光を浴びた。 選球眼に優れた一番打者タイプであり、パワーはないが、外野の間を抜く長打は多い。中堅守備は、ケビン・キアマやアキュー級と評するスカウトもいるという、ありがとうございます。